バランジュビル・シュルメールは、フランス、ノルマンディ地域圏、セーヌ・マリティーム圏のコミューン。海に面した墓地には、とりわけ、教会のステンドグラスをデザインした、ジョルジュ・ブラック、劇作家ジョルジュ・ド・ポルトリシュ、作曲家、アルベール・ルーセル、画家ジャン・フランシス・オービュル・タンが埋葬されていることが、知られている。印象派の画家クロード・モネは、バランジュビルを訪れその風景を描いている。 バステリバルの海岸高地方にある。現地ではバルーズと呼ばれる海に面し侵食された白い崖はマシュ海峡への往来を容易にする。コミューンはディエップの西およそ5キロメートルのところプールビルとサント・マルグリット・シュルメールの中間にある。地名は1035年にウォーリン・ジェビラであったことが証明されている。12世紀にはウェア・エヌ・ジャービラであった。これは 中世の地名で、ビルとは、農村のドメーヌを意味し、すなわち、ビレッジとなる。そして先行するのは、頻繁に見られるように、ゲルマン語発祥の人名である。おそらく、フランク族の男性名ウォーレンゲリアスを必要とする、可能性が高い。セーヌマリティーム県では、今も、バーランガーという姓が見られるからである。サルト県では、ゲランジェイとガランガーという姓がある。 頭文字の W が12世紀に V に移行したのは、ノルマンディ北部にあるバランジュビルの状況で説明がつく。一方で、さらに南ではガランビルという姓が生まれた。19世紀、我々はカトリエ地区で多くの鳥で跡を見ることができたが、今日では消え失せてしまい、いつから存在したのかその日付もわからないままである。多分、それは古代遺跡だったのだろう。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。